国土交通大臣、また内閣府特命担当大臣、沖縄北方宇宙開発担当を拝命した前原誠でございます。よろしくお願いいたします。今日菅新総理からは6点、項目として指示をいただきました。一つはこれは公共事業の見直しを不断に行うようにということが一つと、二つ目が高速道路の社会実験を経て段階的原則無料化というものを図る中で地域の活性化、物流コストを下げるということを取り組んでもらいたいと同時に、総合交通体系という視点での国土交通省としての取り組みを行ってほしいという指示がございました。3つ目は観光立国についてさらなる経済成長の核として努力をしてもらいたいというものでございました。4つ目がこれは沖縄担当大臣としてのご指示でございましたけれども、沖縄の基地負担の軽減、そして沖縄の振興、経済振興、自主的な経済発展にさらに取り組むようにということでございました。5つ目が北方領土の問題について、解決に向けての努力を北方担当大臣としても行うようにというご指示でございました。最後がこれは鳩山政権の時にはなかったご指示でございますけれども、日本航空の再生を着実に行うこと、同時に航空行政全体の見直しをしっかり行って航空産業の活性化を図ると、こういったご指示がございましたので、前政権といいますか鳩山内閣での8ヶ月半行ってきたことをしっかりと踏まえて前に進める努力をしてまいりたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。私の方から以上でございます。はい、ご質問どうぞ。どうぞ。はい、はい、はい、クリーンな民主党と政治とお金の問題が一つの大きな要因で鳩山前総理がお辞めになったわけでございますけれども、けじめをつけられたわけでございますけれども、これは私はもちろん企業団体献金の廃止ということを総選挙でお約束をして戦ったわけでございますので、これは着実に実現をしていくことが大事だとは思っております。しかし私は28歳の時に府会議員に当選をさせていただいて以来、約20年間政治活動をしてまいりまして、企業献金もいただいてまいりましたけれども、私の支援者の周りには企業献金を出して物事を要求された方は一人もおられません。つまりはそういうお金の集め方、広く薄くお金を集めてきたということで、あります。で、何が申し上げたいかというと、企業団体献金を禁止をしたら政党金の問題が解決をするということではないということを申し上げたかったわけであります。これはいかに厳しく法律で縛ったとしても、政治家本人が例えば裏で賄賂のようなものをもらうとか、あるいは利益誘導をした見返りとして見えないところでお金をもらうとか、そういうことがあったらいくら法律を厳しくしたって政党お金の問題はなくならないわけであります。そういう意味では、私は個々人の政治家がしっかりと襟を正し、またそういったことが発覚をしたときには、国民から厳しい判断を下される、そういう環境を作るということが私は大事なことなんではないかと思っております。2つ目のご質問でございますが、幹事長は辞められたとはいえですね、私はやはり秘書が3人逮捕されているという事実は重いわけでありますし、またこの政治倫理審査会への出席というものをうやむやにすると、野党が批判をしているように、
例えば小沢各氏だとか、あるいは政党カネの問題については結局けじめをつけないで看板だけを変えたんではないかという批判には私は耐えられないというふうに思っております。小沢さんご本人も政治倫理審査会に出ることは危ぶさげでないとおっしゃっているわけでございますので、私は出席をされて堂々とご主張されることが、いいのではないか、そう思っております。どうぞ。東京新聞の北川ですが、はい、高速道路政策についてなんですが、はい、大臣と意見がたびたび異なる場面もあった小沢さん次長がお辞めになりましたが、そういったことを受けてですね、料金体系とか整備のあり方について、見直す考えはあるのか、はい、そして大統領の時代にマニフェストに高速無料化を盛り込んだ、菅さんが総理大臣になりましたけれども、高速無料化に向けた、はい、鳩山総理大臣から受けた指示書と菅総理大臣から受けた指示書の、若干の文言の違いというのは、原則無料化という原則という言葉が入っているかどうかであります。鳩山内閣の時は原則という言葉が入っておりませんでした。菅さんからいただいた指示書の中には原則という言葉が書いてございます。これはマニフェストには原則無料化、段階的な原則無料化ということが書いてございましたので、菅総理の指示がこの選挙の時のマニフェストにのっとったものであるということになろうかと思っております。今回6月の末から約 20% の距離ではございますけれども、1626km で、試験的な無料化を実施をいたします。この効果をしっかり見ていきたいと思っておりますし、そもそも原則と申し上げてきた我々の背景は、首都高速と阪神高速については料金は引き続きいただきますということを選挙前から申し上げてきたわけであります。これはなぜかといいますと、交通量の多いところを無料化をするとより交通量が増えて混雑をして、そして高速道路としての役割がむしろ果たせないのではないかという考え方の中で、首都高速と阪神高速は除外をするということで原則無料化ということを申し上げてきたわけであります。この意味するところは、やはり大都市周辺の高速道路で無料化をしてしまえばより混雑をして高速道路の役割が果たせなくなる。我々が目指していたのは、無料化にしたり、あるいは料金を引き下げることによって、物流コストも下がり、そして環境にもプラスになる、日本の経済全体の底上げにつながるということが、このマニフェストの肝だったわけでありまして、それを実現するためには、さまざまな社会実験を行う中で、最終形を決めていくということになろうかと思います。併せて国会に今提出をさせていただいております高速道路の料金の定額制、あるいは利便増進事業についてでございますけれども、これはいろんな経緯があったとはいえ、最終的には国土交通省の中で法案を作らせていただいて、そして閣法として閣議決定をして出したものでございますし、鳩山前総理との間で現時点で内容は見直さない、そして国権の最高機関である国会でのご審議を経て、最終的な判断を国土交通省で行うと、こういった結論が出ているわけでございますので、国会に今、お出しを出している法案については、議論をしていただいて、そして最終的にどうするかということについては、国土交通省として総合的な判断をさせていただきたいと、そう考えております。はい、時間来ておりますので、これで終わらせていただきます。じゃあ最後でお願いします。小沢内閣のメンバーの方が入院された、それ以前に先ほど大臣がおっしゃったような看板の掛け替えといいますか、調子を変えただけではないかというような声も聞かれるんですけれども、大臣ご自身は本当にどのように思っていますか。はい、これはですね、逆説的に言えば褒め言葉だと私は思ってるんですね。
で、どういう意味かと言いますと、政治とお金の問題と、例えば普天間の問題で、選挙前に申し上げてきた、少なくとも県外、できれば国外ということができなかったと、これについてのやはり国民的な批判というものが集中したんだろうと思います。そのけじめをつけられて、波照間総理が辞任をされ、また小沢幹事長が辞任をされたということだと思います。そしてこの現在、国民にまた期待をいただいているということだと思います。もちろん我々は一度高い支持率が下がってきたわけでありますので、それに対する反省をしっかりしていかなくてはいけない。特に再任された閣僚については、波照間さんを支えきれなかったという責めはしっかり負わなきゃいけないというふうに思っておりますけれども、しかし私は胸を張って言えるのは、8ヶ月半行ってきた政策の中身についてはですね、それは50年以上続いてきた自民党の政治を変えるわけでありますから、さまざまなハレーションもあるし、抵抗もある、あるいは既得権から反対されることもあるけれども、変えようとしてきた努力と、また変えてこられた実績というものについては、私はある一定の評価を得られているんじゃないかと思っております。例えば私の所感ではありませんけれども、子ども手当についてはですね、自民党政権を放置しておけば、どん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 出生率が下がって 1.34 まで下がった出生率を変えることができなかったわけですね。そういったものについて、我々は子ども手当という一つの方向性を示したわけです。ただこれについてはですね、じゃあ2万6000円、月額でフルにお出しをするのがいいのか、あるいは減額をする、あるいは一部を違った形でサービスに給付をする、例えば学童保育とか、さまざまな待機児童対策に、行うと、に変えていくとか、あるいは自治体に、その自治体に見合った、中身に変えていただくように していくとか、そういった微修正は私はあっていいと思うんですね。ですから、その自民党政権の延長線上では、この国は行かなくなるという不安感の中で、われわれは政治を行ってきた。その方向性で絶対ぶれちゃいかんと。一番現に慎まなきゃいけないのは、いろんな批判が起きるのは、これは当然ありうるし、もちろん批判には謙虚に耳を傾けなきゃいけないけれども、変えると言っていた本質の部分でぶれないことが私は大事だと、こう思っておりますので、そこについてやり続けるということについての私は後押しをいただいているというのが、この菅内閣であると。つまりは看板の書き換えではなくて、要は政治と金、そして約束をしたことができなかったという看板は、波照間さんが下ろしていただいた。しかし、やってきたことについては、一定の評価を得て、この方向で頑張ってみろと、そういった私は国民のもう一度チャンスをいただいた内閣だと、そう思っておりますので、ぶれることなくですね、信念を持って、今までの政治を変えるということをしっかりやっていくことが、私は大事なことなんだろうと思っております。はい、前原大臣、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。